Okay. All right, I can't see it. Do it? Okay, wait. Okay, wait, hold it. Can you tape it to something? Yeah. Tape it to what? Okay? Yeah. That's good. Go ahead. You say.昔々、ある海にちび人形がいました。That's perfect. とても若くて、美しくて、ちょっぴりバカヒナでした。ある日、人形の16歳のお誕生日に、誕生日の時に、ダメ。Go. 昔々、ある海にちび人形がいました。とても若くて、美しくて、ちょっぴりバカヒナでした。ある日、人形は16歳のお誕生日の時に友達と一緒に海面に行きました。Go! ほらほら、人間が面白いわ。そうだね。あ、かわいい。あのちっちゃな子供はお母さんと遊んでいる。わ、怖いね。ああ、あの動物は何？見たことないよ。見知らないよ。じゃあ、人間の生活についてたくさん知りたいよわ。あれ？あれは男の人の素敵ですね。あ、すごいわ、その男の子。よろしく。我が家は生きてる王子様なんだぜ。わあ、惚れちゃった。あのかっこいい男の子。あの男の人と結婚したいよ。ねえ、さあ、あとは人形じゃない。人形と人間結婚したいだよ。でもどうしよう。私の愛はピュアだから。どうしよう。分かったわよ。で、自分でどうするか決めてね。でも人間なする。ために海のババアのところへ行って変身することダメよ。さあ、それはナイスアイディアだよ。すると人形は海のババアのところへ行ってしまいました。ババは福一の洞窟の中に一人で住んでいて、イルカやマグロの船への食べ、発酵のほろった勢いへ吸い取ってしまいました。ババの足を100本持ち、腕はナマコでできていました。そしてお尻は亀の手いっぱい持っていました。すいません。いらっしゃいませ。おいでおいで、私のお姫様、おいで。なんか気持ち悪いわ。いらっしゃいな、コバ姫様。どうしてそのことをしてるの？水晶にあなたのことを見てあげたよ、コバ。私を？今、イケてる姫様に
これから人間になりたいでしょう、コバン。うわぁ、なんか、どうしてそのを捨てるの？どうして？パパは魔法を使えるだ、コバン。やっぱりよ。あの、私を人間にすることはできますか？もちろんできるだ、コバ。でも、国家証券にあなたのその美しい声が欲しい、コバ。私の声？でも、私の声が、どうやっておじさんと話せるの？それは自分の問題だ、コバ。どうしようか、コバ。あの、おじさまと、もう一度会いたいから、そう決めた。マグロのプレーンが欲しい。どこにあるんだろう、マグロのプレーン。マジで？今、出してくれる、コバン。ちょっと。欲しいな、コバン。あの、コバンって何？コバン？こんばんは。おはよう、コバン。オーケー。じゃあ、今まだ決めたのか、コバン。はい、私の声をあげると人間になります。よし、コバン。あなたに人間になりたいことがあげます。あ、ちょっと待って。はい。これが声だ、コバ。なんて声をくれたのに、なんて話せるの、コバ。じゃあ、だんだん冗談だよ。失礼なよ。じゃあ、よし。人間になります。人間ピンゲンコバ。人形は人間の生活はとても素晴らしいものだと知っていました。彼女の名前は長女になりました。なぜなら一番好きな生き物が長女だからです。初めて人形が長女を見た時に、人形はとても隣の美しなに長女を食べてしまいました。あれ？何しているの、あの子。いや、ジョジョを食べてようとしている。
あ、あれ食べないで。なんと、なんか美人だぜ。すごい美人だよ。いや、多分ね、その綺麗な子は、町長のことは分からんだろう。あ、名前は？声が出ない？かわいそう。大丈夫だよ。我が輩はおじさまなので、君と世話をするぞ。Hey, baby. 怖いよ。お茶しない？うわ、やっぱりかわいいね、この猫。にゃお。どうしたの？この、なんだよ。いや、だめだ、だめだ、別に。人間、人魚はこれを聞いてとっても腹を立てました。そしてまた海のババに会いに行きました。小判どないしたん、私の若い姫様。ほんとだ小判、うっとしだ、小判。ああ、そうか、小判。私のお手伝いが必要だ、小判。はいはい、わかった、小判。はい。あなたの王子様はかなりイケてるから。私がお手伝ってあげるよ。君は栄光を手にするだろう。よし。いや、何言った。すると、海のババは美人に変身し、おじい様の潮へ行っちゃった。私、海から参りました。よろしくお願いいたします。あ、美しいし、上品だし、まるでお姫様のような女の子だね。そのようなこと、結婚したい！何？仰せの通りに。そしておじいさまはきれいなお姫様に変身している馬のババと結婚してしまいました。ある日、ちび人形は友達と一緒に前の友達と一緒になったおかしいことを発見しました。なんかおかしなことを発見した。何を？あの、私の大好きなおじいさま、この子は あなたのお母さんだわ。え？ルーク、俺はあなたの父親だ、小判。え？父親？
実は男だ、コバ。知らなかった。知らなかったの。おかしいですね。おかしいですね。男だよ。私も男だよ。あなたも男ですか。そうだよ。私は愛していました。愛していた。実は私もあなたのことをずっと大好きなんだな。俺はどうするな。それは自分の問題。コバ。コバ。それで林業は親友と結婚し、それに飽きた王子様は切腹し、海のパパはキャバレーでシンガーになるためにラスベガスへ行きました。終わり。小判。